Cの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表の篠崎です。今日もお客様に早時に元気に挨拶をさせていただきました。とても大切なことなんではないかなと思います。株式会社ロイヤル様と中野製薬のタイアップでカウンセリングのセミナーをですねさせていただいてるんですけども、その時もですね、嘘でもいいから元気にお客様に入ってくださいというふうに伝えています。ある意味ここである程度のところが決まってしまうのではないかなと思うような大切なところであり、ご指名のお客様になればなるほどちゃんとこういうことをですねやっていくというのが大切になると思います。今カウンセリングをしているんですけれども、まず元気に挨拶をする、軽く元気だったみたいな話をする、ご指名のお客様っていうのもあるんですけど、そこまでは、誰でも同じように入ってきますね。で今ですね、話をしている内容っていうのは、骨格髪質チェックっていうのをまずやってます。でどういうことかっていうと、前回ですねかけたパーマが今こういう感じでちょっとパサついちゃったりてるところがあるねとか、それからプリンが気になるねとかって話をして、で本人的に気になるところはあるっていう話をしたら、結婚式が友達にですね結婚式があるので長さは変えたくないと、だけどちょっともうなんか飽きちゃったんだけども、その結婚式が終わったらバッサリ切りたいから今回はパーマはいいかなと、要するにカットカラーでいきたいっていうことですね。で、僕が提案したのは、せっかく切るんだったらですね、次回。その前に結構思い切ってレイヤーを入れて、ウルフ的な感じにしたらどうでしょうかっていう提案をして、画像でチェックしているところです。実はですね、前回もウルフ的にカットしてるんですけれども、先にパーマをかけてそれが下がってきて今 A ラインになっていますと。なのでここをこういう風に戻すことによってすっきりしたウルフのスタイルに変えてシルエットをひし形にしましょうっていう話をしています。いろんなお客様がいるんですけれども、このゲストさんがですね、お仕事かなり忙しくて、結構遠くから来てくれてるんですよ。20歳ぐらいから僕が担当してて、で、僕と会うと、元気になるっていうか、なんかすごくすっきりするっていうかね、仕事の愚痴言ったりとかできて、嬉しいんですよねみたいな話をしていただいてて、そういう、カットだけのところじゃない部分っていうの、人間と人間、結局はそこですから、人間と人間とのそのつながりというかね、そういうのもすごく大事で、そういうところも大切にしながらですね、で今ですね、トリートメントがですね、資生堂のサブリミック、こちらのですね、トリートメントを導入したので、その説明をして、ぜひそっちの方をやってくださいっていうような説明ですね。でそちらをやってもらって料金提示というところになって初めて施術開始というふうになります。
今全部カウンセリング終わって料金を計算しに行って、まあ、その間にねたまたまアシスタントが手が空いてたのでセッティングをしていただいています。ここまでの時間で約5分ですね。しっかりカウンセリングをしてもこのくらいの時間です。20分も30分もカウンセリングやるっていうのはやっぱりこうなんていうんでしょうね、こう同じことがループしている方が多いですね。こうなんだけど、うん、でもみたいな感じ。これはねやっぱり1回目でそういうお客様をこうプラッとこう提案型、要するに美容師指導型のカウンセリングに変えられるかっていうとですね、やはり教育が必要だと思います。お客様教育ということですね。結局でもでもとかって言われちゃうと、いくらこっちが適切なことを言っていてもどうにもならないですよね。まあそういった意味ではそのある意味ですね、ちょっとこう厳しいことも言った方がいいと思うんですよ。お客様に僕の言った通りにしてれば絶対にちゃんとなるんで、こうでもでもって言われちゃうと非常に難しいとか、そういうことはですね言った方がいいと思います。で言ってもしそれで失脚につながってしまうんであれば、まあそれはですねしょうがないって思わないと、やっぱ自分が美容師としていい提案をしているのをありがとう、そじゃあそれで行ってくださいっていうお客様にしていかなければいけないになる可能性が少ないんだったら、まあ、違うところでやってもらった方がいいと思います。僕はそう思います。早速カットの方がスタートしました。今回はですね長さはほとんど変えないのでドライでカットスタートしています。バックの位置、これ上からのね画面だとすごく見やすいですけども、バックの位置は丸さをこう出すぐらいなので、センターの位置、あ、時間ですね、ちゃんと時間スタートしてますよっていう、ところでちゃんと見ていただきました。バックの長さはセンターは変えないで、サイドに向かって少しこう前上がりをきつくしているようなカットをしていきますね。でパーマがあると切りづらいと思うかもしれないですけど、逆ですよね。ストレートの方でドライで切るっていうのはかなりテクニカルだと思いますけれども、パーマかかってるってことは、まあ正直言ってお客様には申し訳ないですけど、割とこうごまかされてしまうんですよね。まあ、極端に言うと左右の長さ少し変わっても、まあ、そんなには分からないし、まあ、それをですねストレートアイロンでピッて伸ばされたりとかすると、もしかしたらそのボロが出てくる可能性が高いんですけど、そういうこともやらないと、まあ、ある意味シルエットがきれいに整えていれば OK なので、ドライでもいけるかなというふうに思います。でバックの長さをカットしたら、そこのセンター、バックセンターの位置からサイドの入れたいレイヤーの高さのところまで一気に前に出してカットしていくというところで、きつい前上がりですね、あんまり前上がりのその上がり方、角度があんまつけたくないようですと、バックの位置を見ながらサイドで切った方がいいんですけども、結構前上がりにしたい場合にはバックのセンターの位置あたりをガイドにして一気に前に出して、必要なレイヤーの高さのところからバチッと切ってします。ちょっとね簡単ではないんですけども、サイドの長さが狙った長さではなくなって、レイヤーの高さを入れたことによってサイドの長さが決まるっていう切り方なんですね。そうするとレイヤーはパンって入るんですけども、ちょっとですね短い人でやると非常に危険です。ある程度ロング的な長さがないとちょっと難しいカットの仕方かなという感じはします。今アシスタントがドリンクを持ってきてくれたんですけれども、 C のはですね全員にドリンクは出しておりません。カットカラーのお客様等でもドリンクを出す人と出さない人がいるんですけれども、何が違うかというとですね、トリートメントをされた方、トリートメントをされた方はカットの方でもドリンク付きになります。
トップのレイヤーの高さを決めて一周ですね、鉢植えをカットしてトップで山をつなげたところですね。そうですね、この後がすごく大事なんですけども、アンダーセクションにそのレイヤーをつなげていくんですけれども、その時に手の位置が下がってしまうと下がスカスカになります。ここですね、上に結構上げてるの分かりますか。少し上にクッとこう持ち上げてると思うんですよね。で、持ち上げるってことはですね、下からレイヤーが入らなくなるんですよ。要するにもっと軽くしてあげれば手を下げて下の生え際に近いところからつなげるといいんですけども、そうするとスカスカになってまとまらなくなる、ですので少し手を上げてるんですね。これはですね、シルエットがああいうふうにこうくびれた感じ、要するにこうひし形になればいいので、わざわざ一番下の部分をスカスカにレイヤーを入れて軽くしまくる必要はないわけですよね。だからある意味後ろの厚みは残しておくっていうことで手を少し上に上げてます。セニングがスタートしています。まず8ラインでブロッキングを取って中間部分ですね、中間部分を 50% のセニングで削っていくというふうにして、レイヤーのこうくびれをですねより出してあげるというような感じでセニングを入れているんですけれども、結構ね量感は前回とかその前とかで結構取っていて、そこそこ軽くて今回長さ変えてないので量感あんま取らないで毛先の質感だけちょっと変えてるような感じのセリングの入れ方です。常にセニングの時にブロッキングを取る場所っていうのは8ラインですね。骨の一番出っ張ってる場所の上と下で分けるとセニングがすごく簡単になるので、ぜひ試してみてください。
ちょっと見づらいんですけども、これね毛先を自然にぼかしてるんですけど、要するに質感を、柔らかく変えてるところなんですけど、毛先を見ながらカットしてるの分かりますか。毛先を見て毛先にセニングを入れてるんですよ。何言ってんだお前って思うかもしれないですけど、毛先を見て毛先にセニングを入れないと毛先は取れないんですね。で、実はなぜこういうことを言うかっていうとですね、毛先を持った状態で内側にセニングを入れて、で、ぼかそうとしてる人たくさんいるんですよ。それは間違ってます。絶対それだと質感は取れないです。必ず質感を取るときは毛先を見て毛先にセニングを入れるというのが大切です。これで一応カットが終了してるんですけども、すいません、タイマーをですね、皆様に見せるのを忘れておりますけれども、カットタイム11分です。で、もうドライで切ってるんで、実はもうこのままです。仕上げでもハサミは入れません。ここで終了なので、今日のトータルのカットタイムはもう11分っていうことです。そうするとね、かなり早いんじゃないかなと思いますね。これ例えばこれでまたドライをした後にまたすごく時間かけて切ったりとかするとトータルタイムどん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 遅くなるんですけれども、ドライで切らないってことはもうこの時点で仕上がりなわけですよね。だからトータルのカットタイムも11分です。カラーなんですけども、今回はですね、暖色系に変えていきますので、まず、リタッチをしてるんですけども、使用カラーは中野製薬のノーブルローズですね。今年の新色です。で、ぶわーっとこう9レベルでリタッチをして、今毛先に、塗っているんですけども、毛先はですね、ノンアルカリ 7T ノーブルローズというものを使っていますね。放置タイムは15分です。で仕上がりになりました。トータルタイムは1時間25分です。トリートメント込みです。非常にね、くびれの効いた、メリハリの効いたスタイルができて、カラーリングも淡いピンクが入って非常にいい色だと思います。この動画良いと思ったらグッドマーク、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。